じゃあ気になる男の25話のパート2いきましょうかえーと今回はですねいつもいつもお父さん目線でお話をしていましたんでこの動画をねご覧いただいている方の中にはなんとね女性の方もいらっしゃるとあの旦那に聞かせてあげたいっていう風なねまあ、そんな奥さんもいらっしゃるみたいなんでまあ、奥さんにねちょっとピシッと言わせていただきますね奥さんね例えば旦那さんがずっとね本当は自家用車で家族のために乗ってる車本当はこんなんじゃなくて まあソアラが欲しいんだと思ってたとするじゃないですか。で誕生日にソアラをプレゼントしてあげないんですかどうでしょうかお金がないからできないんでしょうかだったら稼げばいい話なんじゃないですか、まあ、そういう風な発想になるわけですよ。自分の愛する人が欲しがってるものがあるのに与えられないって結構悔しくないですかってことなんですよね。まあ、だからこれをいつも男性に愛する家族のために道を広げてあげる。少なくともお金を稼げば広げてあげる道があるのに。 それをね、自分が眠いだとか疲れただとか難しいっていうそんなくだらない理由でこの可能性を狭めてるわけですよつまりは最低限の暮らしでいいとかまではもう言いませんけどもその程度の稼ぎで自分はいいでしょうけども巻き込まれる家族のことを考えてますかってことなんですよ特にお子さんねお子さんですよお子さんは全ての最初の価値観は親によってもたらされるんですよじゃあ まあこれね聞いたら機嫌悪くする方がいるかもしれません神経逆なでするかもしれませんけどもまあこれはねあのこういったストーリーなんでねあのお金に対するマインドセットを変えていかなくちゃいけないシリーズなんであえて言いますけども子供が生まれましたと生まれながらにして 2DK です狭いね食卓を囲んで食べたその食卓を片付けて同じところで遊ぶ寝るそういう風な暮らしの中で子供の発想ってどういう風になるかな ってていいいうふうふにに単純に考えたただきたいんですよもちろん子供が大きな声で泣いてしまったり騒いでしまうとうるさい近所に迷惑でしょもしくはうるさいってイライラするってからねお父さんもお母さんもなんかギズギズしちゃうとその中でだんだん子供は抑圧されて大きな声出しちゃいけないんだなと言いたいこと言わない方がいいんだなっていうふうになっていく可能性が非常に高いということなんですよしまいにはこれが自閉症の原因になってるわけですからね本当ですよ自閉症の原因って 先天的なものと後天的なものがあって、圧倒的に後天的なものが多いんですよ。はい、それでね。逆にですよ。広い家、お父さんもお母さんも結構余裕ある暮らしだから、夜中だろうが早朝だろうが、子供がなんか不満をね。言い出したら、その不満にすぐ答えてくれて、子供はああよかったって。機嫌がいいみたいなね。求めれば与えられるんだ。っていう風に先入観ができてしまったらどうかなと。常に求めて学校に行ってもはい。先生っていう風に率先して手を挙げたりとかね。 自分のやりたいことをやれるような人生っていうふうな先入観を持つんじゃないかなと思うんですよ。でも幼い頃に、あれはダメ、これはダメ、我慢しろ、うざい、やかましいっていうふうに言われたら、どうですかね精神はかなり傷ついて、社会にいた時って、何か自分の思うように言ったら、みんな怒られるんじゃないかなと。なんか、うるさがれるんじゃないかな。つまり、同調圧力の犠牲になるんですよ。リーダーシップを持ってる人って、いわゆるね、空気を読まないっていう、なんか、 言葉がありまますすけども、ま、さにそうなんですよ自分の思った通りに行動してそれに共感する人が後からついてくるんですよ反感を持つ人はついてこないんですよだから自分軍団が綺麗にできるんですよねこの YouTube の放送も同じですよもう私もねそうですけども勝手なこと喋らせてもらってそれで魅力を感じる人がこうやって私の再生回数作ってくれてるわけでしょ引いて言えば私のお金を全部作ってくれるのは視聴者さんですからねそう考えていくと私にお金を払ってくださるぐらい 気が合う人だということが言えると思います。だから私の話も結構ね、厳しいことも刺さると思うんですよ。だからつまり、お金持ちになる素質があるってことです。それは。さあ、そんなね、前置きで始まりましたけども、また元に戻して、お父さんの立場のことをこれからね、話させてもらいます。パート2ですね。あの、お金に限らずなんですけども、何かを学ぶときっていうのは、教えてくれる人をね、選ばなくてはいけません。これ、当たり前ですよね。 でもね残念ながらね教えててくれる人ってほとんんどいないなですよ。たまたまいたとしてもその人は教えるのが好きな個人的な思い込みを教えてくれる人勘違いを押し付けてくる人つまりついていっちゃダメな人なんですよでもそういう人を見分けられないから多くの人はそういう人についていっちゃうんですよねだからねここで一つ気をつけてほしいんですよ。ついていく人はほとんどの人が間違いますつまり詐欺られたりかもられたりっていうのは 当然なんんでですすけども正しいいいとと思思っっっててててて良かれと思って泥沼ににに一緒に落ちていく方向に歩いて行ってるんですよだから本当にね誰に学べばいいかってことを見分けるためにもまずは自分の基礎知識選択力をつけていただいて選択をミスらないもしくはミスる可能性が非常に低い自分の頭を最初に作らないといけないんですよだから自分の内側をもっともっと掘り込んでいく自分の内側を掘り込もうと思ったら他者に会う必要はないんですよね 自分と対話をするだけになってくるんですよそして自分の最も劣ったところをきちんと受け止めてそうならないように、それを排除するように学んでいかなくてはいけないんですよねで学ぶっていうことは教育を受けるっていうことじゃありませんあの自分で学習するってことなんですよまあ自習なんですけどね何を選んで何を取り込んでいくのかそしてその解釈が本当に正しいのかっていうことを何度も何度も考えていくことなんですよねそして実際に行動してぶつかって失敗して痛い目を見ること怪我をして そしてだんだんんだ怪我がしなくななくる。そのプロセスが育つってことなんですよね。はいそしてパート2の「気をつけろ」なんですけども正しく教えてくれる人は少ないですこれ先ほども言いましたけどねで高い能力を持った人高いスキルを持った人っていうのは高いお金がかかるんですよ当たり前ですけどもだから無料でで気軽に教えててくれる人は絶対ついてっちゃダメですね。こういう人には低価格の価値しかないんですよ でも、最初はそういう人の話も聞くようになると思いますし、そういう人に従っていくことになると思います。でも、そんな素晴らしい能力を持った人が、どんな人生観を持っているか、どんな人に囲まれているか、だんだん分かってきますよ。その時に、あ、しまったこの人についていっちゃいけなかったんだっていう形で、結局は、どっちからともなく自然に離れていくことになると思います。だから、パート2の気をつけてはね、同じことになりますけども、安いところには安いモラルしかないんですよ。無料のところには ほぼ無意味なものしかありませんので、時間の無駄っていうやつですね。どっかで時間の無駄コミュニティって話したでしょ。ほとんどの人がこの時間無駄なコミュニティに入って一生終わるんですよ。かわいそうですけども、しょうがないです。うん。だからそこにいるのが気持ちがいいわけですからね。だから自分の能力を高めていこうと思うと、苦手分野に挑戦するわけですから、苦痛を伴うんですよ。嫌なんですよ。激しくストレス感じるんですよ。で、そのストレスや嫌悪感を抱かなくなった時に、 自分の能力が身にについたたこななせるようになったってことなんですよね一言でまとめると困難がなくなったわけではなくて困難に感じなくなくるそんな自分がそこにいるってこことなんですよそこまで行く人ってのはあんまりいませんだってみんな苦痛嫌いですからね苦痛を避けてさらなる苦痛の人生を歩んでいくってことになるわけですよこれがだから泥沼ってやつですよねそういうふうに見えますんで気の毒な人が多いかなと思います、まあ、でもね志を強く持ってもその沼からなかなか抜けられないんですよ ななかなか抜けられないから抜けた人はもう天外優秀といいますかね素晴らしい道を歩けるのかなとそれこそ誰にも恥じないような人生を送れていけるし、まあ、こんな言い方するとまたね安っぽいんですけどね、まあ、でも他に表現がないですあの自分の人生が一番羨ましいっていうような人生に入りますねはい、えー、それでね今経済が縮小してるとかデフレだとか 言われてますけどもこれ何で起きたのかってシンプルに考えたら政策のミスなんですかね多分それもあるでしょうけどもそこばかりじゃないんですよシンプルに言ってお金を稼がない人が増えてお金を使わない人が増えたんですよだから経済縮小してるんですよそれ以外の理理由由って大した理由じゃないですよ。だってお金稼ぐことを止められてないですからねお金使うことを止められてないですからねそんな法律もないですしそんな同調圧力もないんですよ むしろお金をたくさん稼ぐと周りの人に喜ばれて、お金をたくさん使うと周りの人に喜ばれるわけだったよね。その逆に言っちゃうと何もかもが、まあ、頓挫するんじゃないかなと思います。まあ、今回もお金の話ばかりしましたけども、じゃあ、おまけでですね、パート3やりましょうか。パート3で全部、この話が守備一貫スッキリすると思います。じゃあ、本当はね、ワン、ツーで終わる予定だったんですけども、スリーも作らせてもらいます。少々お待ちください。